はい、ありがとうございます。先ほどまでは加納さんが海外に興味を持ったきっかけっていう部分から大学卒業して何をしていたのかみたいなところをお伺いしたんですけど、ここの動画では今何しているのかっていうところをお伺いしたいなと思ってまして、今加納さん何されてらっしゃるんですか？今は専門商社で営業の仕事をしてまして、うん、あ、そうなんですね。はい、 2B 様向けに産業機器メーカーさん、自動車業界とか医療業界とか住宅設備業界とか結構多種多様な業界にゴムとかプラスチックとか化学系の材料を製造先様に作っていただいて得意先さんに納品するみたいなものづくりをしていただいている企業とエンドユーザーをつなぐようなそういった立ち位置でコーディネーター的な形で営業仕事としてやらせていただいてます。なるほど、ありがとうございます。すごく聞きたいところがあって、オーストラリアでワーホリしたじゃないですか、はい、その知見が商社に行っちゃったと思ったんですけど、そこってつながるところはあるんですか？帰ってきて帰国時に大学生の時に目指していた体育教師を1年だけするんですけど、そこでいろいろ働き方を振り返ってみると自分の時間なりなかなか思い描いてたのと違かったなっていうところもあって、スポーツを教えるとか体育を教えるとか子供と接するっていうところがすごく好きだったんですけど、ちょっとそれが違かったなっていうところがあって、いろいろもう一度考え直した時に、当時はオーストラリアに行ってある程度英語とか学んでいたりもしたので、海外とつながる仕事がしたいなとかっていうのも思って、商社だと場所を選ばずにグローバルに働けるかなっていうのもあって商社にチャレンジしたっていうところはあります。そういうことですね、はい、実際商社って今加納さんがいらっしゃるところは国内の商社ですか、それとも外国にも行ったりするケースも結構多いんですか？担当によって外国に行くっていうこともあって、海外にも行こうと思えば行けますし、実際働いている日本人マネージャークラスの人が多いんですけど、もういらっしゃいますね。あ、そうなんですね。今営業されてらっしゃって今どれぐらいの期間されてらっしゃるんですか？今年で7年になります。すごいですね。結構じゃあ全国に飛び回るケースが多いんですか？東京だけではあまり成り立たないんですよね。そうですね、全国に得意先さんはいらっしゃって、ものづくり自体も営業単独でここでものを作れそうだとか、なるべく1円でも安く品質も良く物流面も良くっていうところをコーディネートする役割なんですけど、そういう拠点を見つけてきてお客様に提供するっていう意味では、日本中どこでも物を作っていただけますし、海外から見つけた工場を使うっていうことも不可能ではないですし、その選択肢はかなり自由かなと思います。ありがとうございます。今7年も続けられてるんで、先ほどおっしゃっていただいた働き方とか見つめ直した時に今のお仕事は合ってたっていうことなんですかね？そうかもしれないですね。最初大変だった新入社員の頃を経て、1年で実は大阪で働いていて、会社が大阪の本社なので2年目に東京に転勤になりまして、上司と一緒に東京に転勤することになったんですけど、その上司は1年で退職してしまうという心細い経験も経て、独り立ちしなきゃいけないなっていう風に感じて、大変だった時を乗り越えて比較的自由な裁量で営業ができるっていうところにも魅力を感じてましたし、そういったところで働き方としてはだいぶ自分のイメージしてたものに近かったかなというふうに思ってます。なるほど、ありがとうございます。もう一点ちょっと聞いてみたいんですけど、コロナってどうでした？商社の人たちにとって大きく活動とか移動は制限されましたし、打ち合わせとかはほぼリモートになりましたし、ただしものづくりをしていただいている工場は常に動いていて、 そうですよね、そこの人たちはリモートをされていなくて、僕たちはものづくりできないファブレスメーカーで、ただものをどういうふうに作られてるかっていうところは把握しておかないと、一夜の見積もりを提出して、なんでこんな値段になってるんですかと、実はこういう理由でこういう値段になってますみたいな説明も全て製造先さんの代わりに果たさなければならないんで、そういう意味では現地に行ってどういうふうに作られてるかということを理解してお客様に説明するみたいなことをしてたので、それでいうとコロナは大変だったんですけど、確かにおっしゃる通りで、説明するにあたってそこの人たちが同席するわけではないから、自分の言葉でちゃんと説明できないといけないっていう責任がありますもんね。そうなんですよね、はい、まさにあ、そうなんだ、ありがとうございます。もう一つ聞きたいんですけど、今お話聞くだけだと専門商社にずっと働いている加納さんしか見えなくて、でも先ほど自己紹介でいただいたアスロスのファウンデーションの団体との結びつけっていうのがなかったんですけど、ここってどういうふうに関わっていくような形になるんですか？少し話を遡るとですね、ちょうどコロナ禍になるタイミングより少し前にビジネススクールみたいなところに通いまして、そこで出会った方がオンラインスクールをちょうどコロナの直前にスタートされまして、元女子サッカー監督をやってらっしゃった方なんですけど、そこ
でグループコーチングで過去の自分とかその1週間とかを振り返って内省するんですね、うんうん、それをし続けることで自分が本当にやりたいことが何なんだろうみたいなことを自分にしっかり見つめ合って考えてブラッシュアップして、自分にとっては小さな頃からやっていたスポーツの仕事をやってみたいっていうところがそこで見えてきまして、うん、その時にオンラインスクールを立ち上げた方に紹介をしていただいた方がいてつながるっていう、うんうん、だいぶ飛んではしまうんですけど、そうなんですね、いう感じですね。なるほど。じゃあそのグループコーチングみたいなところで自分を見つめ直すと、はい、見つめ直した結果、加納さんはスポーツに携わって何かをしたいっていうところを気づいたわけですね、うん、そうですね。でそれに対して何かできないかなっていうところでオンラインスクールの知り合いの方から NPO アスロスファウンデーションっていうところを紹介していただいたと。もう少し細かくお話しすると、はい、そのオンラインスクール、ハッピーファーストスクールっていう名前で活動されてるんですけど、そこの女子サッカー監督の方が別のウェビナーでつながった難民でありパラリンピック選手であるアスリートの方をオンラインスクールの中でトークイベントみたいなことをして、なるほどね、はいはいはい、そこに自分が参加して、イベントに参加して本人の声を聞いてすごく胸打たれるものがありまして、そこから何かしらの形で応援したいというふうに思うようになりまして、うん、アスロスの活動につながっていくっていうような時系列になりますね、うん、なるほど、ありがとうございます。実際そこのトークイベント参加されてたと思うんですけど、何が一番響きました？その方自体は応援してくださいと言ってるんじゃないとか、うん、お金に困ってるからお金をくださいと言ってるんじゃなくて、うん、こういう人たちがいるんだよって、僕たちのことを忘れないでくださいっていうメッセージをすごく僕は感じて、その方は難民であり障害を抱えてらっしゃるシリア出身の方で、その方が難民障害者っていう人たちが世界中にたくさんいて、その方のことを忘れないでねっていうメッセージをすごくイベントの中で発せられていて、生き方もそうですし力強い言葉もそうなんですけど、そういったところでどんな形でもいいから何とかして応援したいなって思ったのがその時の感じたことですね。なるほど、ありがとうございます。じゃあそういう思いを受けて、もちろんアスロスにも参画していくと思うんですけど、うん、そもそもそこで直近やったアクションとかありました？まず初めにしたのが、一、はいはい、人じゃ何もできないと思ったんで、うん、同じように共感しているメンバーを探しました、うん、手を挙げてくださった方でメッセンジャーグループみたいなコミュニティを作って、うん、そこでこんなことができるんじゃないか、あんなことができるんじゃないかみたいなアイデアを出し合って、うん、その方が水泳選手なんですけど、車椅子バスケットボールにチャレンジするっていう目標を持たれてまして、はい、なるほど。例えばバスケットボールを送ったらどうかとか、はいはい、バスケットのユニフォームを送ったらどうかとか、そんな話をその直後はして盛り上がってましたね、うん、はいはいはい、もともと水泳からバスケに転換しようっていう方だったんですか？そうなんですよ。へえ。そこもですね、個人のスポーツで水泳選手としてパラリンピックにも出場された選手で、はい、2016年のリオパラリンピックにその方は出場されて、はいはいはい、その2016年に初めて難民選手団っていう国籍を持たずに紛争だとか理由で自分の国から離れざるを得ない人たちが、当時リオの時は2人とかだったんですけど、はい、パラリンピックに出場できる権利を IOC とか IPC が作って参加できるようになって、その方はそれに選ばれて入場行進の開会式の旗手も務められて。あ、そうなんですね。ちなみにじゃあ国籍持たないでパラリンピックに参加すると。厳密に言うと国籍はすみません持ってらっしゃいますね、まあ、ただ難民選手団として、はい、あ、そうなんですね。なるほど、ありがとうございます。実際それで感化を受けて、もちろんそこで有志を募って、うん、その有志の方で何ができるんだろうみたいなところを検討したわけですね。そうですね。それなんか楽しいですね、はい、ただなんて言うんでしょう、ゴールは見えてるんですけど、はい、そこまでどうやって行ったらいいのかみたいなのが全然わからなくて、とにかく何か役に立ちたいみたいなところだけの一心の思いで始めたっていうのが当時でしたね、うん、そうですよね。何かやろうと思っても資金が足りないとか、はい、やりたいことが限定的とか、うんうん、そもそも地域の問題とかそういうところもいっぱいありますもんね。そうなんですよ。でそういった形でどん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 アスロスに入っていくような感じになっていくんですね。そうですね。なるほど、ありがとうございます。ちょっとここの動画では今加納さんが何をしているのかっていう部分と、なんでアスロスに参画するようになったのかみたいなところをお伺いしたんですけど、次の動画ではじゃあアスロス何をやっているのかっていう、うん、まあ、僕もちょっとまだ分かってない部分があると思うんで、うんうん、そこの部分をお話をお伺いできればなというふうに考えてます。じゃあこの動画が面白いなと思ったら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。